どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きの絵を描いております、今日は渋谷に来ておりまして、すごい思い入れのある仕事が、ローンチになるという、こちらに見えます渋谷の東急百貨店本店、あの文化村とか、入ってる商業施設ですね。広告代理店時代に初めて担当したお客さんがこっちの本店さんで、僕がいた東急エージェンシーって、同じ東急グループ の広告代理店なんですけど、グループ以外の仕事の方が多いんで、その本社っていうのは赤坂にあるんですけど、僕はもう百貨店担当なので、百貨店さんのすぐそこにオフィスがあって、そこにずっと勤めてたんです。だから新卒の時はずっとそこにいて、何年 ?3、4年そこで勤めて、その後本社戻るっていう感じだったんですけど、新卒の時の仕事だし、一番長くやらせてもらったお客さんが東急百貨店だったんですね。なのでその広告代理店を舞台にした漫画を今描いてますけど、かなりその時の思い出を漫画にしてて、具体的に言うと高一がその一番最初沢村チームに配属されて、ケーキカタログやるんですよ。あれとかまさに東急百貨店の仕事のつもりで書いてたんです。新卒の時リクルートスーツで一人生かされたっていうのも実話でどうすんだ、いざ始まった時に、じゃあお願いしますって言われて何よっていう、とりあえずトイレ行って足が震えるのを収めるっていうのをやったのを今まで覚えてて、最初の頃は本当に怖くて、その日じゃないんですけど別の日なんですけど、プレッシャーで気絶したことあるんですよおせちの撮影の時に俺気絶したんですよシャッターのストロボが、カメラのストロボがパンパンパンって光ってるじゃん、スタジオって。でそれをパンって目に入った瞬間に気づいたら地面に寝てたパーンって言って、いやマジでなんかすごいいろんな経験しましたね。でもね、百貨店の仕事すごい好きだったんですよ。なんで好きかっていうと、扱ってるものがめっちゃいいものばっかりで、新卒の自分には買えないものばっかり、ばっかりではないけど、布団からお酒から、洋服もちろん、宝飾品とかもみんななんかその結構その高いものが多かったし、しかも僕が担当してたこの本店っていうのは中でもかなり上顧客向けの商品が多いっていうので有名で、なので本当になんかその年間数億円使うようなお客さんがいるっていう、だからそのぶっちゃけお客さんの数で言ったら、昔あった東横店とか渋谷の駅直結のビルとかの方が圧倒的にお客さんの数多いじゃん。けど本店はお客さんの数じゃなくて一人当たりの使う金額がえげつないっていうので存在していた百貨店、存在している百貨店、来年1月に55年の歴史でクローズするということになりました。だからずっとそのなんかこれがいいものなんだよって教えてくれたお客さんだったし、なんかいろんなことを勉強させてもらったんですよね。そのスーツの着方とかなんかあるじゃないですか。この3つボタンの時はその上2つ止めるんだよとか、でなんでそうしなきゃいけないかっていうと、座った時に洋服が傷むからだよとか、なんかそういう自分がそのスーツを変えるわけじゃないんだけど、なんかその大人になったらそういうものをちゃんと選んで暮らしたいなっていうふうに思ってたんですよね。それが洋服以外でも本当に生活の全てを賄っているのが東急百貨店っていう存在だったんで、だから初めてやらせてもらった仕事であり、一番長かった仕事であり、社会人の基礎を作ってくれたお客さんだったっていう、すごい良くしてもらって、若いしすごい可愛がってもらってたんだけど、覚えててくれたんだよね。そのもう10年経ちますけど、だからその古巣のね、東急エージェンシーの僕のその当時の先輩たちが東急百貨店本店がクローズするって時に何やりましょうかって話した時に、なんかその前向きなことやりたいって
オーダーがあったらしいです。で、そういうなんか前向きな話をそのメッセージで伝えるんであれば、なんかポスターとかじゃないよねっていう話から漫画だっていうストーリーで伝えたいっていう風になって、ちょっとまあ言えないですけど、そこに候補に上がったのがもう日本人なら誰でも知ってる漫画家さんたちだったんですけど、その最後にカッピーを忍ばせたんですよ先輩たちが。そういえばカッピーいるじゃんみたいな、カッピー入れとこうみたいな、そういうメンツでプレゼンするけどいいですかって言われて、まあその並びだとまあどうせ選ばれないと思うけど、まあその選んでもらったその中に入れたことが光栄だし、どうぞお願いしますって言ったら、その百貨店の要はその決裁権がある人たち、店長副店長とかそれくらいのクラスの人たちが、要は10年前現場にいた人たちだから、打ち合わせしてた人たちだ、覚えててくれて、だから伊藤くん漫画家になったのっつって、で漫画読んでくれて、左引きのエレン全部読んでくれて、打ち合わせであったんだけど全部読んだよって言ってくれて、いやここはカッピーでしょって言ってくれて、なんか10年前自分が仕事をやってたから取れた仕事っていうか、そのまあ変な話、そのなんかその時に10年前俺多分そのサボってたら仕事をもらえなかったと思うんですよ。なんか結構だからね、そのスタジオでぶっ倒れたり、そのまあ、本社じゃなかったんで、その同期とも会えなかったとか、なんかその結構個人的に辛いことあったんですけど、結構辛かったけど、その仕事をサボろうと思ったことは一回もなかったんですよ。なんか真面目にやってた自信あるし、その、うん、だからなんかその真面目に働いててよかったなと思いましたね。それこそなんかそのもっとチヤホヤされるなんか派手な仕事とかやりたいと思ってたけど、そのまあいつかそれやれたらいいけど、その今は目先のクライアントのことが一番だったし、そのでもだからその今回やらせてもらえたっていう、その閉店の時なんて一番大事じゃないですか。まあ何周年とかもいろいろあるんだけど、やっぱりオープンとクローズをやらせてもらえるって本当にすごいことで、今ついにそのもうあれですね、あそこで作業が始まってますけど、いよいよそのクローズに際してドカーンと左利きのエレンが出ます。要はその最後の告知ですね。その今回コラボして55年の歴史のその節目を飾るコラボレーションとして左利きのエレンやりますというのを、あそこの懸垂幕っていうんですけど、ちょっとあそこのね懸垂幕っていう横断幕みたいな幕がバーンとデパートってかかってると思うんですけど、それを今から取り付けます。であそこってまあ普段文字とかじゃないですか、そのなんとかフェア開催中とか、あれの文字組みしてたの俺だから、ね、あれの、まあ、あれ丸善純駆動は違うんだけど、まあ、ああいう感じで文字入ってると思うんだけど、毎週毎月ぐらいコロコロ変わるじゃないですか。変わるたびに俺みたいな下っ端デザイナーがあれの文字詰めしてんの、文字ちょっと詰めたりしてんの。でそれを入稿してあそこに貼り出されてる。だからそれこそそのファッションキャンペーンとかクリスマスキャンペーンとかそういう大きい時はあそこのなんかじゃあ3連使って3本分を使ってなんかそのクリスマスのビジュアル入れようとか、そのビジュアルも作りますし、で今回6連なのよ。聞いたら初めてらしくてもう最後だしやっちまおうっていう、だからもうある種グラフィティだよね。その館に書くことはできないけど、この館で初めて6連やるっていうのって僕の個人的な定義ではもうグラフィティだなって個人的には思ってるから、なんかすごいことをやらせてもらえたなっていう。
だからあのデパートでね、そのさっきの買い物の話なんですけど、そのやっぱりいいものは東急百貨店で買おうってずっと思ってたし、その当時その新卒で、まあ、まだ給料も多分そんなになった時に、その高い服が買いたいって一生着れる革ジャンを買いたいと思って、めちゃくちゃ探して、であのポール・スミスと竹尾菊池で最後めちゃくちゃ悩んで、あの未だに覚えてる、ポール・スミスが12万円竹尾菊池が10、セールで10万ぐらい、怖くて買えなくて、でもう一回行ってでも怖くてみたいな、一日それやってあの買ったんですよ。初めて、人生で初めて10万超えの服、あの竹尾菊池の方買って、竹尾菊池の革ジャン買って、でこれ一生着ようと思って、だそれぐらいなんかその大事な買い物は東急百貨店にしようって思ってて、それはあの東急百貨店がいいものを揃えてるっていうのはもちろんなんだけど、やっぱり自分がやってる仕事だったっていうのがすごい強くて、その僕一回自分がやった仕事をめちゃくちゃ贔屓するんですよ。だからあのサントリー大好きだし、アドビー大好きだし、まああの一回やった仕事は本当になんかあのずっと身内だと思ってるから、だから百貨店のこともずっと身内だと思ってて、だから今日ね、革ジャン着てこようと思ったんですけど、あの時のあの思い出の革ジャン着てきますねって、サイズが変わってましてなんかね、ウェットスーツみたいになってて、みっちみちになっちゃって、こうピシーになってたから、ちょっとさすがにやめましたけど、あのなんか着れなくなってもあれは一生手放さん、あれは一生の思い出ですね。だ前の動画でも言ったけど、その時計とかもね、その百貨店で買いました。そのここの本店の担当だし、そのやっぱりそのすごい上顧客向けのその仕事やってたから、そのパティックフィリップ、オーデマピゲとか、あのバシロンコンスタンタとか、あの三大雲上時計って言われてる、時計を一挙に集める、なんかあのワールドウォッチフェアみたいな、そういうのがあったりとか、なんかそういう時のあのカタログとかチラシを作ってたんですよ。だからあのその時に時計の知識を身につけて、買えるわけがないけど、そのパテックフィリップみたいなのはその時からずっとあの勉強してたんで、だからまあ半分冗談で、いつか俺東急百貨店であのパテックフィリップ買えますよってずっと言ってたんですよ。で今年やっと買えて、そのね、その百貨店の売り上げからすると微々たる、ね、売り上げだと思うけど、まあ一応恩を返せたかなっていう、お仕事だからそのお金はもらえますけど、そのいただいたお金のまあまああの、まあ、10倍近くのお金をあの時計で使ったというのを、あのなのであのちゃんと思い出になったなと思って、どうでかくね俺ちょっとマジでテンション上がるんだけど、やば、確かこれ始まったらすぐ終わんね、あっという間だわ、うわうれしい、でかいでかい、はい、わーおしゃれ、見てここがある、あ見てよ、おお何どうした、立ち合いだよ、立ち合い、先輩、統計エージェンシーの先輩、あやっぱり小川くんだ、あオッケー、あそこで撮ってた、あさき後輩この後であの渋谷であの打ち上げをするんでお久しぶりです、お久しぶり、やばいね、見てよちょっと見ましたよ、これ上がってくるの全部動画撮りましたから、もう一回見て、もう一回見て、おっそ、どうあれ俺が書いたの、どうあれもちろん来てるジャケット、アイランドフェリーってことでいいですか、違う、それは違う、アイランドフェリーっていうのはあの、東急百貨店のプライベートブランドで俺がロゴ作ったあのスーツ、アイランドフェリーじゃなかったけど、やばい、嬉しい、やばい、いやありがとうございます。
いやこちらこそありがとうございます。本当にやばいよ。いや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 でも渋谷にしては安いっすよ、ね、そもそもやばいよ。これいつまででしたっけ。12月末まで今月あ、今年年内はあります。やばいよ。ぜひ見に来てください。伊藤くんと心中なんでこれで本気屋家庭本店の55年の歴史に彩りを添えて、で漫画がまあ動画出る頃には多分もう出ます。なのでぜひ見てください。心を込めて10年越しのお仕事を、書かせていただきましたのでぜひ読んでください。いやー感動した。ありがとうございます。じゃあ当時のメンバーでちょっとご飯行ってきますんで、はい、ありがとうございました。